兵を用いた卑弥呼の策を連合軍は打ち破る。英雄らによる一連の作戦で敵の防衛線は分断され、イグドラシルへの突破口が開かれたかに思えた。だがイグドラシルの成長は予想以上に早く、発生した強大な力が連合軍の行く手を阻む。加えてその前にはかの破壊神が立ちはだかっていた。いかにして突入を成功させるのか、今ゼウスとハデスの用意した策が明らかになる。さて、各地へ散っていた者たちも無事帰還したことだ。イグドラシルの障壁を消す方法を説明するとしよう。イグドラシルは破壊神を介して得た膨大な力で障壁を生み出し、自らを守っている。故にそれを消すには、破壊神を滅ぼした上でイグドラシルからまとまった力を引き剥がし、弱らせる必要があるのだ。かの巨木から力を引き剥がす、そのようなことが可能なのですか？まあな。だがただ引き剥がすだけじゃダメだ。剥がした力がユグドラシルに戻らないように別のものに注ぎ込む必要がある。別のもの？それってまさか。ああ、そのまさかだ。俺とゼウスがユグドラシルから引き剥がした力を全てガイアに注ぎ込む。そうすればユグドラシルの障壁を取り除けるばかりか、ガイアも失った力を一気に取り戻すことができる。つまり私の体が蘇るというわけね。それが実現するならまさに一石二鳥じゃ。いやー、よかったな。喜ぶのはまだ早いやもしれんぞ。これはなかなかの荒技でな、わしとハデスの力をもってしても成功の保証はできんのだ。ガイアよ、あとはあなたの心次第だ。万一のことがあればあなたとて。やりましょう。ハデス、ゼウス、あなたたち二人を信じるわ。何よりもう他に道がないもの。ガイア殿、ならば我らもあなた方を信じて突き進むのみ。この策必ずや成功させましょう。うん、決まりだな。では早速イグドラシルへ向かうとしよう。まずは破壊神を打ち、力の供給を止めるのだ。今ならユグドラシルへ近づけるはずよ。でも敵の守りがなんだか薄すぎるような。敵も何か企んでいるのかもしれません。ならばその企みごと打ち砕いて突き進むのみ。さて、いよいよガイアの復活か。成功させる自信はあるか、ゼウス？当然のことよ。我らが力を合わせるのだぞ。容易ではなかろうが、成功以外ありえない。ゼウスとアレス、うまく息を合わせられるかしら。うん、私が二人を信じてあげなくちゃ。残念でした。ここは通してあげません。さあ、いたぶられたいのは誰かしら。さすがに良い働きをする。お前のいない戦場など考えられんな。祈りを届け。まだまだ遊びはこれからと言いたいとこだけど、今は引いてあげる。よかろう。悟空、我が愛の力を授ける。存分に暴れるがよい。キュー、今の俺様最強だぜ。清盛のおっさん、
ありがとな。やった。この程度の敵でひるむとは思うな。俺が相手になろう。さて、ガツンとやっちゃいますかね。さすがなるご活躍、あなたと共に戦えることを誇りに思います。面倒に見よう。あの猿を突き上がらせた元凶を倒す必要がある。そうはね。大したやつや。お前さんの力頼りにしとるで。よーし、うちの出番やな。あんたらみんなぺちゃんこにしたるで。このままじゃ挟み撃ちにされてまう。よっしゃ、あの怪物どもはわしが倒しちゃるわ。まだや、まだおらへん。さあどんどんいっとれ。倒せど倒せどキリがないの。こんな時は大元を叩くに限るわ。今は引こう。あのお方のためここで朽ちるわけにはいかん。敵を討滅せん。はい、はあ。余計なお世話だな。猿も元に戻ったようだ。これで少しは戦いやすくなるだろう。これで少しは楽になるじゃろう。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。ああ、ハサミ撃ち失敗。これ以上好き勝手されると困るのよね。ユグドラシルは目前。アデス、迫るガイアの復活に緊張しておるのではないか。見くびってくれるなよゼウス。必ずやり遂げてみせるさ。余裕しゃくしゃくでな。石松が出る。やりよる。次は負けぬぞ。素晴らしい活躍。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。これが弱肉強食。敵将見つけたぞ。なんと無様な。相変わらず見事だな。いざ前。お前の戦は俺を引きつけて離さん。こんなところで負けちまうとは。行きます。全てに破滅を。あの破壊神とやらは俺の獲物だ。何人たりとも手出しは許さん。
これは楽しめず、お前は俺が勝ってやる。人界の鬼神よ、その力で全てを終わらせよ。世界もまた滅ぶ。これでユグドラシルへの力の供給は止まったわ。今よゼウス、ハデス。頃合いか。抜かるなよゼウス。受け取られよ。まったく、女神の体を作るんだからもう少し丁寧にやってほしかったのね。悪くない出来。ところでハデス、おばあちゃんって一体誰のことかしら。ハデスの軽口はさておくとして、この感じ本当に久しぶりだわ。さあこれで晴れてユグドラシルに。あれ、この不穏な気配は一体。英傑たちよ、我に挑め。ダッキ、清盛、友をせよ、最後まで。ああ、オロチ様、そのお言葉待っていました。よい、我が力、すべてはオロチ様のために。存外楽しめず。強者たちよ、終焉にふさわしき場所で待つ。行ってしまった。終焉にふさわしき場所とは一体。意味深なセリフを残して言ってくれたわね。とにかく私たちはユグドラシルを進みましょう。ようやくユグドラシルの内部へ進むことができるわね。オーディンの魂の在りかを必ず突き止めましょう。と、その前に改めてお礼を言わせてね。久しぶりに体を取り戻せたのはあなたたちのおかげよ。本当にありがとう。なんのなんの。しかし女神チュンはなんとも麗しいもんじゃろう。ま、こう見えておばあちゃんなんだけどな。ハデス、いい加減にしなさいよね。今は体があるんだから、いかようにでもお仕置きしてあげられるのよ。げ、そうだった、ごめんなさい、もうしません。そうそう、体を取り戻せたんだもの。これからは私もあなたたちと同じように戦えるわ。今さら言うのも変な感じだけど、改めてよろしくね。ガイア殿と共に戦場に立てる日が来るとは感慨深いものですね。こちらこそよろしくお願いします。母なる女神登場って、なんか照れるわね。ユグドラシルの障壁は消え、ガイアは体を取り戻した。目論見通りに事は進んだな。
しかし久しぶりの大仕事だったな。あれだけの膨大な力を移動させるのはゼウスと一緒でもかなり骨が折れたぜ。人間たちが破壊神を倒してユグドラシルへの力の流入を抑えてくれたからこそなんとかなったってとこだな。うん、それに力の受け皿となるガイアがこれまでの戦いで能力を取り戻しつつあったのも勝因の一つであろう。全てはここにいるみんなが私たちに力を貸してくれたから本当に感謝しているわ。改まって礼を言われるにはまだ早かろう。オーディンは未だ健在な上オロチまで出張ってきた。我らの前途には課題が山積している。うむ、いずれも先へ進むことでしか解決ができん。ユグドラシル内部への進路がようやく開けたのだ。この機を逃すべきではない。ええ、その通りね。できる限り先を急いだ方がいいわ。破壊神を滅ぼしてもユグドラシルの成長が止まるわけではないの。今は取り戻した私の力で一時的に成長を止めておけるけど、それもいずれ限界が来る。そうなる前にオーディンの魂の在りかを突き止めてあの子の野望を終わらせてしまわないとね。イグドラシルへ続く道に立ちはだかったのは全ての破滅を望む絶対の破壊神だった。リョフの活躍により連合軍は最大の危機を乗り越える。さらにゼウスとハデスはイグドラシルの力を変換しガイアの実体を取り戻すことに成功する。皆を導いてきた彼女が完全な姿となり連合軍は沸き立った。とはいえ世界の破滅までに残された時間はあとわずか。連合軍は宿敵オーディンの魂を目指しついにイグドラシルの内部へと突入した。ここがユグドラシルの中か。思ってたよりずっと広いね。しかしこうも広大ではオーディンの魂を見つけ出すにしても一筋縄ではいかなそうですね。まあな。けど忘れちゃいないか、お前たちには魂の気配を感じ取れるこの俺が味方してるんだぞ。奴の魂は確実にこの先にあるぜ。だがまだだいぶ距離がある。ひとまずここを突破してさらに奥へ進まないとな。さすがは冥府の王、一度逃した獲物の気配は忘れないというわけか。ならば先を急ぐとしよう。まずは全知全能たるこの私が効率よく敵の守備を突破する策を。時が惜しい。早急にこの地の敵の布陣を見極め策を立てねばなるまい。あ、妖精さん、ちょっと待ってよ。私の話を最後まで聞かぬとは相変わらず尺に触る男だ。うーん、二人とも大丈夫かな。張り合ってばかりいないで仲良く力を合わせてくれるといいんだけど。東西に配された門より内部へと進めそうだ。中にひしめくうぞうむぞうを分散させるには二手に分かれて同時に攻めるのが上策か。私は西の門を引き受けるとしよう。ではね。妖精が尺に触る謎が解けた。いつも私の話を先読みして最後まで聞かぬから。やつユグドラシルにまで入ってきやがったか。ここから先へ進ませるわけにはいかん。
私の実力を大工房に知らしめる良い機会だ。ありがたいでしょ。彼に先んじて門を破ってやるとしよう。妖精は私より先に門を破ろうとする。己の力を誇示するつもりだろうが、無駄なことだ。いいわ。ここはユグドラシルの内部。門を守る敵もその影響で強化されているはずよ。ならば東の門にいる敵も同様か。太鼓棒が持て余していなければよいがな。何らしいことが見せてみる。この私を止められる者などいようはずがない。さあユグドラシルの内部を見聞しようか。まあこんなところか。実力さえ備えていれば世になせぬことなどない。さて門の内側の様子が分かったら、次に進むべき場所は、この先に強い力を感じる場所があるの。そこへ行ってみない？両方の門が攻略されるとは。仕方ない。東西に分かれて進軍せよ。さあみんな行くわよ。任せると。余計な音。城壁の内側から強い力が溢れ出すのを感じるわ。光よ。先へ進むにはここを抑えて力を止めないと。なるほど、敵の要所ということか。では敵城から奇襲をかけるとしよう。光よ、抱きしめてあげる。両門を突破したことで内部の敵も分散できた。私の目論見通り、私のな。相変わらずさえ分かっている。飛行の力には私も一目置かねばな。神の助けを任せるがよい。これ以上奴らの侵入を許すわけにはいかん。みんな進め。門の守備は十分だったはずじゃねえのか。とんでもなく強えのが攻めてきてるってことか。ありがたいでしょ。さすがです。あなたならばと思っておりました。このままでは奴らに用地を抑えられるぞ。援軍を呼んで前線を固めろ。妖精と同じ地を目指したとて駅もない。我らは前線に張り取る敵を片付けておくとしよう。太鼓坊殿は妖精殿の力を信じているのですね。戦場での強い絆、この雪村しかと心に刻みます。強い絆だと。勝手な解釈はやめてもらいたいものだ。ありがとうございます。おい、前線からの応援はまだか。ダメだ、あっちにも敵が攻めてきてるらしい。応援を回す余裕はねえはずだ。さあみんな行くわよ。はい、はい、任せると。凄ましき敵か。今頃太鼓坊が前線の敵を釘付けにしているはず。私たちはこの地の制圧に集中するとしよう。以心伝心とはまさにこのことね。あなたたちって実は仲がいいんじゃない？さよならしたわ。なぜそのような解釈になるのだ。私には理解しかねえ。何？こいつら城壁から飛び込んできやがった。受けてみよう。さすがに手強そうな敵が守っているようね。妖精、いくらあなたでも油断は禁物よ。ふん、
承知している。慢心は最も忌むべきもの。敵中深くにある状況ならなおさらだ。妖仙殿、お見事でした。私も続きましょう。敵の要所は抑えた。この先へ進軍するための足がかりを得られたな。妖仙、己一人の手柄のごとく誇るのはやめよ。私の起点がなければ貴公は大いに苦戦していたはず。無論承知している。君の起点まで織り込んで立ち回った、それだけだ。はいはい、そこまで。せっかく勝てたんだから喧嘩はやめよ。太公望殿、妖仙殿、お見事な連携ぶりでした。お二人が互いを認め信頼し合っているからこそ、あれほど息の合った戦いができたのですね。息が合っている？私とこの男が？見当外れもいいところだ。うん、なぜそのような結論にたどり着くのか全くもって理解できん。そのように反論なさる時まで息がぴったりですね。この雪村、感服いたしました。仲良しの二人が頑張ってくれたおかげでひとまずこの辺りは制圧できたわ。ここを足がかりにしてさらに奥へ向かうわよ。はい、我らもお二人を見習い心を一つにして進みましょう。改めて魂の気配を探ってみたんだが、やはりさらに先のようだな。とはいえ確実に近づいてきてはいるぜ。それは何よりですな。この勢いのままにオーディンの魂めがけて突き進みましょうぞ。そうね、けど気をつけて。この先にもオーディンの力の影響がかなり強い場所があるみたい。おそらく手強い敵が守備に当たっているはずよ。焦らず確実に攻略していきましょう。敵中深くでの陣取り合戦か、腕が鳴るよ。それじゃあ次はわしのとっておきの軍略披露しちゃおうかね。つまらん。なんだこの生ぬるい状況は。なぜ俺を戦場で戦わせない。ハッハッハ、荒れておるなアキレウス。おいゼウス、さっさと俺を戦場に送れ。飼い殺しにされては戦士の血が腐り果てるわ。お前とて軍人の端くれであろう。闇雲に戦を起こしても大事をなせぬ。その程度のこと理解できないわけではあるまい。聞く耳持たんな。これ以上理屈ばかりこねて戦場に出さぬつもりなら俺はここを去るぞ。やれやれ、困ったやつよ。ならばその有り余った力をわしが発散させてやるとするか。